今週も、皆さんからのお便りがたくさん届いているので、それを紹介したいと思います。もう8月1日だからね、まあ年寄りみたいなこと言っちゃうけどさ、もう8月なのっていう、もう終わりだよ今年も、8、9、10、11、12、あと5ヶ月じゃない。5ヶ月あっという間だよ。っていう感じです。はい、それでは今日はじゃあルルさんの、カミングアウトについたコメントから紹介します。もともと人は別なんだから、カミングアウトしたってしなくたってふーんっていう感じ。私もそんな感じです。いつも井川さんの歌の中に出てくる男女の感情が豊かで、男性にはこんな感情があるのか、女性にはこんな感情があったのかと目が覚める思いで聞いています。寛容を解く人の非寛容ぶり、非寛容的に人をバッサバッサと切ってると豊かな感情の出口も入り口もなくなるんじゃないかなと感じました。まあ短いながらに3つのね話題があって、人間はそれぞれ別なんだから、カミングアウトなんかしなくたってしたって、まあ私はみんなと違うのって言ったってふーん、それは違うでしょうっていうね。まああとは吉野の歌の中にある男女の感情、まあこれもね、感情っていうのはこう捉えどころがないからね、こうだって決めつけようとするといやそうじゃないっていう風になったりね、あの動くものですよね。次、じゃあ大石さん、寒天って知ってるについたコメントです。いやこれ面白おかしくね、いつも漫才みたいで面白いんだけど、私も知らないことが多くて恥ずかしいなと思いながら聞いてみ言います。アデリータは日本ナポリタン学会の店かしら。いや違うね、アデリータは綱島の喫茶店で、ナポリタン学会ではないと思うよ、ナポリタンやってないし。でも行ってみてね。はい次、じゃあ遠藤さん、食べ物の話面白いし勉強になりますね。ルルさんのコメントにあった寒ざらし、つい先日グレーテルのかまどというEテレの番組で初めて知って食べてみたいなと思いました。私はもちもちしたものが好きなので、寒天か白玉どちらかを選ぶとしたら白玉の方を選びます。牛皮も好きです。これもちもちしたのが好きっていうよりは、やっぱり炭水化物を欲してるか、むしろ過剰だと思ってるかっていうことの違いだろうね。なんか結局人間は動物なんだなと思うことが多々ありますね最近。次、あわや大輝くん、最近コメント書いてくれてありがとう。何者なのか今度どっかで自己紹介してください。上昇の衝動、豆くるね。いやこれはいい回ですね、3回聞きました。僕の周りにもこうあらねばならないという自爆に苦しむ人は多いです。新卒で入った会社を1年で辞めた時、僕は負け犬と呼ばれてもいいという覚悟で辞めたのですが、実際同僚からは羨ましい、正しい選択をしてくれてありがとうといった言葉をかけられました。じゃあなぜ苦しいのにそこから離れられないのかというと、そっちに向かって歩いていればいいという安心を引き換えに得ているからでしょう。僕の経験上、こうあらねばならないという呪縛から逃れるために重要だったのが衝動でした。自分の足で一歩踏み出すのは怖いですが、その時ウリアと背中を押してくれたのが衝動でした。じゃあその衝動はどこから来たのかというと、元をたどれば動物や自然を含む誰かしらの衝動に行き当たるように思います。それも自己中心的で小さく閉じた衝動ではなく、非合理的で圧倒的な衝動です。そういう衝動に対してきちんと心を開いてさえすれば、
あとは勝手に心が動きました。うん、だからこれも難しいよね。そのじゃあその衝動が来ない私はどうすればいいんですかってなっちゃうからね。そのどうすればいいんですかねっていうことを3年ぐらい言うのやめたらどうかね。うん、でどうしたらいいんですかっていうことを言わない、考えない、もうそれしかリハビリはないよ。もうどうしたらいいんですか、どうしたらいいんですかって言ったらね、もう結局そうじゃない方に行くから。うん、まあやってみ。はい、次、バターケーキについたルルさん、娘を高齢で産んだせいか、娘の同級生のママたちは私より10歳から20歳若い年齢で、井川さんと同じくらいの年の人が多いのですが、焼き菓子やケーキを作るのが普通みたいで、そんな時代になったのかと私は驚いています。娘たちが小学生の時、娘たちが、流行りを真似てバレンタインチョコやクッキーを作ろうとするもうまくいかず、私もアドバイスできないところを夫が一生懸命助けていたことがありました。娘の友達のママはドーナツを揚げるのが得意で、穴の開いてない楕円形の大きいドーナツがとても美味しいです。いただくと優しさをもらった気持ちになります。いいね、これやってみようかな今日。楕円形の大きいドーナツ、あ、そうそう、これ高校生の、高校生を、まあ、中学生高校生を募集していて、あのグレーのカナリアっていう吉野さんの曲のコーラスをね、歌うところに、中高生の声を入れたいなと思っているので、このラジオを聴いてる人はね、の中高生、まあ、も私 自称中高生でもいいよ、私中高生ですっていう人はさ、ちょっと協力してほしいんだよね。うん、あと「ノッテビアンカ」で小学生の男の子、もしくは小学生の女の子、もう撮影のシーンがあるんですよ。それに協力してくれる人、まあちょっと何でもいいから協力してくれるっていう人をちょっと一報欲しいです。次、では寒天って知ってるについた藤田さん、藤田さん元気ですかね。融点っていう言葉を聞いたのは中学時代以来かも。何年も前ですが、とあるバラエティ番組のクイズで、きな粉は何でできているかとの質問にきなと答えていたゲストの珍回答を見て、私の上がいるわと思ったことを覚えています。物知りイカハゲ先生には7歳になりすましてへんてこな質問をしていたのが懐かしいです。本当だね。今日の豆知識、寒空の天草だから寒天には感動でした。子供たちが小さかった頃は寒天パパの粉末寒天でミルク寒天をよく作りました。ゼラチンの方が口どけはいいんですが、持ち歩くと溶けてしまうので遠足のデザートは寒天が活躍しました。モロゾフのプリンの空き容器にいちごもポコポコ入れると綺麗で美味しかったんです。イカヒコ塾より軽い海苔の面白いイカヒコ塾、またの開催楽しみにしています。うん、まあそうね、寒天って知ってるっていうかいろいろ言ったもんね。次、横田さん、言ってくれれば、私は逆に言ってくれなくてもよかったのにっていうようなことがありました。仕事で某銀行に確認しなければいけないことがあって、いやこれはさすがに先方の広報チェックが必要だよな、面倒だけどお取引にも影響するし真面目に許可取るかということで担当者に電話したんですが、相手が非常に面倒くさそうに、ああなるほどそうですね、本来であれば広報に確認を取らなければなりませんが、私は聞かなかったことにいたしますので、あ、ということで、あ、なるほど、はい承知しましたみたいな会話になり、案にダマダマでやってくれよというメッセージを受け取りました。
言ってくれなくてもよかったのにっていうパターンですね。銀行なのにいいのかと思いました。うん、まあこういう人がまああちこちにいるんだろうけどね。こういうことがとても大事だよね。うん、はい、次、では、上昇の衝動に、空飛ぶ発酵料理人さん、航空機や航空機エンジンって最初は農機具メーカー大富豪発明家やガレージから始まったのであり、国家や政府は実は後から付け足された添加物でありスポンサーなんですよね。原子爆弾なんか誰が芝生して特許や専門書へ論文を出したのかと見ると史実と違います。私の世代が若い人に謝らないといけないとしたら、史実や歴史に疑いも持たず冷重視真実と自由を重んじる政治家を政治活動や選出ができなかったことでしょうか。これね、私の世代が若い人に謝らないと いけないとしたら、史実や歴史に疑いを持たず冷重視真実と自由を重んじる政治家を政治活動や選出できなかった。これは難しいよね。まあ本当にそうだよね。謝らなきゃいけないことがあるとしたら、疑いも持たずに大人になったこと、そしてまあ何なら今だって疑い持ってないって人もいるわけだしね。さらにそういうことを反映した政治家を選べなかったこと、まあね、いつの時代も今からでも遅くないっていう考え方はあるからね。はい、この2行はですね、スルーすることのできない言葉だなと受け止めております。はい、次、サチエさん、豆彦の寒天カチカチじゃなくて口触りが良くて好きです。どちらかというと寒天は苦手な方だったので寒天のイメージが変わりました。上新粉はうるち米の米ですよね。家では春と秋の彼岸に大福を作りますが上新粉で作ります。上新粉に水分を含ませるようにボロボロにして蒸してそれを熱いうちにツヤが出るくらいしとねます。それを片栗にまぶしながらあんこ玉を入れて包みます。皮作りはばあちゃんに代わって母がやってますが暑さとの戦いのようです。熱々の皮ができるとあんこを包んで丸めますがこれも時間との勝負で頭数揃えて小さい頃から手伝ってました。たまにじいちゃんも丸めてそのまま食べたりして楽しかったな。大福作りでもち米の粉も使ったことがあるみたいですがすぐ硬くなるみたいです。なるほど、この前の上新粉とか白玉粉のことですよね。これ今の人はねうるち米っていうのも知らないからね。うるち米って普通のお米よ。で、普通のお米ともち米って何が違うんですかって言ったら、まあもち米の方がもちっぽいってことで、でもその分硬くなるからね。今もうトレハロース入れちゃって硬くならないように作ってるけど難しいよね。なんかそれは硬くなったら売れないだろうしさ。でもトレハロース入れてねいつまでも硬くならない大福は大福なのかっていうのもあるしね。はい、次、忖度について、山田くんお久しぶりです。最初は遠征的な世の中っておかしいよねっていう話がいつの間にか面白話になって最後はギャグになって終わる。楽しかったです。世の中に文句を言うだけの話はそうだよねと思っても聞き続けると疲れちゃうから、対極的に見ると納得がいかなくても実際に生活者としてはどこか面白がる余裕がいいですね。いや、そうですね。はい、次、潰れるのを待つ、大輝、過剰なまでのコロナ対策の裏で潰れていくお店や失われていく文化に対してどうしてこうも想像力が及ばないんでしょう。
例えばとある国の人を嫌う日本人に対して、実際にその国の人に会ってみれば普通にいい人だと分かるよと諭す人がいます。それはそうなんですが、実際にその国の人に会ったことがなくても他のさまざまな経験からそういうことは想像できるものでしょう。だから身近に飲食店を経営する知り合いがいなくてもお店にお客さんが来なくなってしまう辛さ、支払い続けないといけない家賃への焦り、雇い続けることができないスタッフへの申し訳なさ、そういうことは容易に想像できます。なんでこうも想像力がなくなってしまったのでしょうね。ふと三浦綾子の小説に出てきた愛とは想像力という言葉を思い出しました。いやまあそうなんだけどさ、そうなんだよ、そうなんだけどね、まあ日本っていう国はね、まあ日本っていう国っていうか、つまりあんまり僕は広い話すると、広い話って分かんないじゃない。この中でもコロナと全く気にしないで生活してる地方の人っていうのはきっといるだろうしね。僕は渋谷のど真ん中で家賃がね何百万もするようなところでお店をやってるから、それはもうひいひいふうふうだけど、まあそんなの別に全然っていう人もいると思うんだよね、このコロナだろうがなんだろうが。まあそれ好きでそんなとこで店出してんでしょって言われればそれまでだしね。トライアスロンの人はさ、いや大変なんだよ泳いで自転車で走ってって言ったって、じゃあトライアスロン やめりゃいいじゃんっていうだけのことだからね。だからまあ広い話だといろんな何て言うの、見誤ることがあると思うんだよ。でまあ、例えばアメリカって言ったってアメリカだってカリフォルニア州とユタ州とハワイ州では全然違うからね。これまあアメリカっていう括りしてたらあれだけど、まあどこでも人が集まって暮らすっていうことは不自由に決まってるんだよ。でそのおかげででも水道の蛇口をひねれば水が出てくる、何かスイッチを押すと火が出てくる、ね、荷物が届くっていうこともあって、それと引き換えに息苦しいってことじゃない。だからまあ浅ましい言い方すれば、そういういいとこだけもらって、そうじゃない負の部分は関わらない、しかとするってことしかないと思うよ。そんなのよく海外はいいですよねとかって、カリフォルニアなんかマスクなんか最初からしてないんでしょってね、日本って終わってますねって言うのは簡単だけど、まあそうするとそういうところはさ、荷物なんかも届かないからね。水道ひねったってお湯ひねったって水しか出ないとかってことはさ、ザラにあるわけじゃないね。まあインドなんか行くとさ、じゃあ貧困層のスラム街があってね、でもスラム街の人たちはまあ貧しいかもしれないけどコミュニティで暮らしてるわけだから、そういうコミュニティで暮らしてる人に比べると日本人の貧困の方がよっぽど精神的にね、きついと。まあだから孤立孤独死したり自殺したりする人も多いって。だからインドっていいですよねって言うけど、まあそりゃそれでさ、インド行きゃもう汚っていうことがいっぱいあったりするわけじゃない。だから日本で、コミュニティがないっていうことは確かだからね。だから日本の中でコミュニティを作る、まあもしこれを聞いてるような人がね、これただでラジオだから無料ラジオなので、もしかしたら聞いてる人でね貧しい人がいるのかもしれない。日本だと年収200万ぐらいが貧困層に当たるらしいよ。だからまあその貧しいっていう人たちがね、このラジオを通じてコミュニティになってんならさ、日本のいいところも享受できるし、まあこういうところでねみんなでコメント書いたりすれば精神的にはつながれるじゃない。もちろんそれだけじゃダメだよ。その実際はこれから会うなりなんなり、そういうことも含めてね、
コミュニティってのは必要だと思うけど、貧しいんだからコミュニティが必要に決まってるんだよ。うち親の世代はさ、日本は貧しくないから、だから悠長にさ、もうあんたは早く結婚すればいいとか、あんたはね就職すればいいとかって言うけど、もう違うんだよ。日本自体が貧困、相対的な貧困なんだから、絶対的な貧困ではなくてもね。だからその相対的な貧困の日本にさらにこのコロナで追い打ちがかかってるわけだから、じゃあどうやって生きていくかっていうことを考えればね、それはコミュニティを作って生きていくしかないんだよ、そんなの。だからそれはもう結婚すれば平気とか、核家族でね、ディンクスでどうとか、そういうことじゃないんだよね。でもそんなのは自分の生き方だから、まあどうとでもすればいいっていうことじゃないの。はい、次。じゃあ空飛ぶ発酵料理人さん、井川さんの密度を保ちたいっていう意味はよくわかります。仕事であるメーカーの主催するイベントに参加させていただいたんですが、大人数で開催するセミナーは受信のみ、さらに大人数のシンポジウムは受信ばかりか、ある意味お祭り気分。カウンシルはカスタマーがメーカーを指摘する発信、この中で一番メーカーが変わってカスタマー間のコミュニティにも貢献し、強いてはカスタマーに長期的に見て影響したのは後者のカウンシルでした。呼び方はいろいろあり、さらにカスタマーの選択肢のメーカーが一択という欠点もありますが、双方向ライブほどメーカーがお金出してでも欲しいもの、カスタマーは他社メーカーと比較してみるもの、メーカーが自社でその商品を検討したところで選択肢は自社ブランドしかありませんからね、いわゆる当社費ってやつ。その会が始まったのが 3.11 の震災の翌年、結果が如実に現れたのがその10年後、そして新商品に反映されました。私は粘り強くいつまでもしつこいタイプですが、さすがに待った甲斐があったのかな、こんなファミリアな企業ばかりだと世の中はいいんだけど、と密度について、あの会はいつも20人ぐらいだったかな、必ず発言していたのを思い出しました。まあこの密度っていうことだね。だからこのコミュニティっていうのは密度っていうのがとっても大事じゃない、少なくとも始めるときはね、核になるのは、そのうちそれがまあもし膨れてくればあれかもしれないけど、やっぱりね、ある程度こういうコミュニティなんだってことをね、持ちうるっていうことは必要だよね、精神的には。はい、次、遠藤さん、つい他人と比べてしまって、どうして私には平凡な人生が手に入らないんだろうと思うことがよくありますが、平凡に生きることも才能だというのを聞いてハッとしました。自己肯定感が低いのは自分を高く見積もりすぎているからだという話と同じですね。投げやりになることなく今の自分ができることを粛々とやっていくしかないです。あれだね、こういうね、自己肯定感が低い人にはね、まず髪型を変えておでこを出した方がいい。それと、例えばこういうアイコンなんかも変えた方がいいね。このアイコンについてね、言いたいことがあるんだけど、みんなに。このアイコンってね、自分のアイデンティティだからさ、このアイコンがね、自分ってものを表現すると思うから、やっぱりみんなアイコンって変なのは嫌だしなとか、いろいろ照れ隠しで自分のいろんな子供時代の写真だったり自分のペットだったりとかって、いろんなことすると思うんだけど、アイコンの性質上ね、写真って向かないんだよ、情報が多すぎて。だからもっとコントラストが強い、もしくは色数が少ないアイコンの方が絶対にいいわけだから、これからアイコンを作る、もしくは今のアイコンだと認識されにくい人が多いんだよ、あれ誰だっけみたいな。だから
色数が少ないっていうことを気にした方がいいかも。で、何が写ってるというよりパッとどう見えるかっていうことの方が、アイコンっていうぐらいなんだからさ、キャッチーじゃなきゃダメなのアイコンってね。なんかこうシンプルにするっていうと、これって私じゃないって思っちゃう、思っちゃいがちじゃない、私じゃないわって、私ってこんな単純じゃないと思っちゃうんだけど、それは自意識が強すぎて、アイコンっていうのはさ、つまり家の表札みたいなもんよ。家の表札にさ、自分の心情なんて書かないでしょ。田中って標識にさ、表札にさ、私は生まれは、山形県で雪深い奥地でどうとかって書いてないんじゃない。だからアイコンっていうのはね、もっと情報をシンプルにしたものに作った方がいいね。割と自意識が強い人ほどね、アイコンがね、アイコンが物を言いすぎちゃう、で結果的に何言ってんだか分かんなくなっちゃうっていうことがありますね。はい、次、コンセント C についたコメントです。ポンタ、ケーブルでつい思い出してしまいましたが、この間豆彦にみんなで集まってる時に、掃除機のコンセントがボタンでシュルシュルっと戻る仕組みが残り10センチくらい残して止まるのがずっと変わらないけど、あれは何の意味があるんだろうという話で盛り上がりました。最新のダイソンでもそうらしいです。シュルパチンと跳ねて戻ったら危ないからか、最後はスピードを落とすんでしょうか。それに比べて確かにパソコンとかスマホ周りはどん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 変わりますね。最新機器が発売されると、マニアが検証ブログを上げたり、長蛇の列ができたり、お祭りだよなと思います。安い買い物じゃないから長く使いたくて、かなり検討してから買うのに、故障したタイミングではケーブルや部品が入手できなくなるのも困ります。パソコンだけじゃなく家電なども短い周期になってきたなと感じます。こういうのってでもね、宣伝なんだよほとんど、ブログなんかもね、作為的なものだと思う。19歳の時に買った腕時計を修理を繰り返しながらずっと大切に使ってるんですが、この間ついに大手家電量販店の修理コーナーで部品がないですと返されてしまいました。困って古い時計屋さんにダメ元で飛び込んだら、お店では様々なパーツを揃えていたみたいで、10日ほどできちんと修理してもらうことができました。道具は手入れをして愛着を持って使いたいので、とても嬉しかったです。パソコンの類も私にとったら大事に手入れして使いたいものだけど、消耗品扱いなんだろうな。ほんとせめて規格は落ち着いてほしいです。いや、まあほんとそうね。次、ズーズーしいお願い、これにまた皆さん、これは結構いっぱいついてるよ、ズーズーしいお願い。ではズーズーしいお願いについたコメント、入山南、名前が南ってことだ、ことかしらね、どっちも苗字みたい。めちゃくちゃ笑いました。私はお願いするならお互いのメリットを提示したいと思います。それができないと解決策が見つからない、神頼みになるんですかね。私は神様にお願いすることもないですが、自分が行動を起こすことで何かを変えられるようになりたいです。うん、まあお互いのメリットを提示するってこともないけどね。メリットがあるとかっていう関係ないもんね。その例えばさ、そこ穴掘っといてって頼んで1日かけて穴掘りましたって言った日に人にさ、翌日さ、じゃあそれ1日かけて埋めといてって言ったら、まあ普通怒るよね。でも世の中ってそういうこと多いからね、いちいちそういうことに目くじら立てても。はい、次、前島さん、
日本中どこにいても過剰なアナウンスが流れています。ショッピングモールなどエスカレーターがある場合、エスカレーターのご利用の際はから始まり、黄色い線の内側にお乗りになり、ベルトにお捕まりくださいませ。ベビーカート、ショッピングカートのご利用は危険ですのでご遠慮ください。エスカレーターやその周りでは走ったり遊んだりふざけたり、エスカレーターから身を乗り出したりしないようお願いいたします。これがエンドレスで流れています。電車でも本日はご乗車いただきありがとうございますから始まり、雨の日の傘のお忘れ物のアナウンス、出口は左とか右とか気にして聞いてみると本当至る所で流れています。さらに今はバスの中などでマスク着用のエチケットのアナウンス、誰も聞いてないようだけど日本人の体に刷り込まれているのかもしれません。以前ラッシュ時の海外の映像がテレビで流れていたのを見てびっくりしたことがあります。みんな殺気立ち押し合いになり、人を飛び越える人までいました。その点日本は降りる人が優先。人混みの駅構内なんかで誰にも指図されず、綺麗に行列になっている光景を見かけ誇らしい気持ちもありました。でも今はみんなマスクをして綺麗に列をなしているのを見るとなんだか少し怖くなります。うん、この前ね、神奈川中央交通っていう田舎の本当に誰もいないようなところを走ってるバスに乗ったら、しばらくして運転手が真ん中の席に座ってるお客さんマスクしてくださいって言われて、無視してたら、持ってないんですかって言ってバス止めて僕のとこまで来て、マスクあげますからしてくださいって言われて、そういうのは分かるけどこれって強制ですかって言ったら、いや強制じゃないですって、じゃあしなくてもいいんですかって言ったら、はい、でもお願いしますって言って、はい、じゃあしなくてもいいんですねって言ったら、いやいやお願いしますって言って、これってじゃあ強制なんですかって言ったら、いや違いますっていう押し問答がねあったよ。これお願いしますもさ、何回3回言ったら強制じゃないね。お願いしますお願いしますって言って、あくまでお願いなんでって言うけど、それは俺が大人げないってみんな思ったかもしれないけど、そういうこと。はい、次。オリンピック関係と、ポンタ。オリンピック関係というか大きなスポーツ競技があるたびにもやっとする言葉があって、勇気をもらえる、勇気を与えるです。きっかけはスポーツマンの姿かもしれないけど、自分のうちに湧いてくるもので、もらった人がもらったというのはいいんですが、もらえますねとテレビでアナウンサーが言ったり、勇気をね、そのこと言うの？テレビのアナウンサーが勇気をもらえますね、言うか、与えられたらとスポーツ選手が言ったりするのを聞くと、勇気を与えられたらいいと思って精一杯泳ぎましたみたいなともやっとします。感動も同じですが、何か上下関係も感じるし、受け取り方を指定されているような気がします。これもお願いと同じく発信者のズーズーしさがあるのかもと今回のラジオを聞いて思いました。これもなんか同じ匂いは感じるよね。勇気をもらいました、感動をもらいました。なんか歌もあるよね、勇気をもらいました。照れくさいんだよね、感動したって言えばいいの、嬉しかったって、もらいましたって、勇気をもらいました。あんまりうるさいこと言いたくないから、いいんじゃないって感じ。お願いつながりの余談ですが、子供の頃うちの母親は一生のお願いを数えてて全然聞いてくれませんでした。一生のお願い、一生のお願いっていうやつね。あんた何回一生のお願い言ってんの。あとトイレに行っていいと聞くとダメと必ず言う人でした。トイレ行ってくるっていいと。今のお願いばかりの世の中にもムカムカしそうな気がします。いいお母さんですね。トイレ借りるよ、返してねっていうやつだね。次、空飛ぶ発酵料理人さん。高次元の意識を保つために過去は、外向きの矢が飛び交うこれからのご時世、付き合うと疲弊するので内向きの矢でやり過ごすとは、今朝の大西常樹さんの言葉でした。
彼も言葉の重要性を認識されている一人ではありますが、一喜一憂するのは労力の無駄遣いだと言います。僕もそう思います。私もテレビ、政治家、知事など他人の言動に一喜一憂するのはもう疲れました。内なる声に向き合い行動していくしかないのかと感じています。厚生省に厚労省にワクチン接種の中止を450名の医師の署名を持っていかれたお一人、神戸の中村医師のノート ではありませんが、まさに今は戦時下で負け戦の状態なのかと思います。地下に隠れてレジスタンスになるのか、はたまた素性を隠し終わるのを待つのか、それとも特攻連の、乱、特攻連の乱みたく華々しく散るのか、なんとも嫌な時代です。でも知っていて霊獣だけは嫌、そんな夏です。まあ、つまりこのコロナのことを含めて、まあ、対応の仕方が3つ、まあ、提示していると、まあ、今が戦時下であるということは、まあ、戦時下であるとね、その時に地下に隠れてレジスタンスだから、あんまり表向きに表明しないけど、ね、裏ではね、こいつをいつか転覆してやるっていう風に思うレジスタンスになるか、それから素性を隠し、もうとにかく戦争が終わるまでは、日の丸ぐらいは掲げといてね、天皇陛下万歳ぐらいは言うけど、あ、この戦争は負けるんだろうなと思っているか、それかその特攻連、まあ、特攻隊みたいにね、とにかくもうこうなったあの鬼畜米兵を俺たちが竹槍持って B29 に立ち向かってやると言って死んで、ね、まあ、死んで万歳っていうか、まあ、そういうふうに華々しく散るか、まあ、どれか、まあ、どの道戦争なんだから嫌な時代ですねと。まあ、皆さんはどうですかね。次、渡辺美由紀とカラオケライフ。ズーズーしいと思う気持ちよくわかるつもりです。私は自分のことをズーズーしいと思ったことがあります。数年前のことですが、電気をつけっぱなしの夫にどうしたら消してくれるのかなと考えてました。電気をつけたら消してねと何度もお願いしてましたがダメでした。次に電気スイッチの近くに電気消してねと書いて張り紙を貼ってみました。でもそれがあると家全体の空気が暗くなった気がしてすぐに剥がしました。どうしたら明るく面白い空気のまま夫に電気を消そうと思ってもらえるのかと考えて、彼が好きなアイドルの画像をプリントアウトして電気スイッチの上に貼ってみました。そしたら毎回電気を消してくれるようになりました。今はもう剥がしていますが、そのことで夫に対して私はとてもズーズーしかったんだと学びました。お願いするだけっていうのはお願いする側がコミュニケーションをサボってるんだなと思います。自分の気持ちをただぶつけてるだけで乱暴で思いやりがなかったと反省しました。話がだいぶ逸れてる気がしますが、井川さんのお話を聞いて思い出したので書きました。自分の気持ちをどう伝えていくか、どんな面白い伝え方を作り出していくか、人としてどうありたいのか、そんなことを改めて考えるきっかけになり背筋がピシッとしました。今日もありがとうございました。お疲れ様でした。次回も楽しみにしています。素晴らしい。まあこの素晴らしいので今日はもうこのお便りで終わりにしようね。またこの続きは来週。まあなんて言ってもですね、まあみんなとにかくね、まあもうちょっとでオリンピック終わんのかな、まだやってんの。まあまあね、このさっきのお便りじゃないけど今が戦時下だとしたら、まあおとなしくしてでもね、生き延びていくしかないんじゃないのかなと思う。でその時にまああんまりそのいろんなことを真に受けるとね、なんか騙されてたのかと思って腹立たしくなっちゃうってこともあるしね。まあかといって僕みたいにマスクもしないでバスに乗ったりするっていうと、それはそれでね、なんかもう心配だし、なんかそれはそれで嫌だって言うならさ、だから心が平穏であるってことが大事じゃないの。でそれは人それぞれだから、そのぐらいはあなたが考えなさいよ。はい、ということで、今日はこの辺にしましょう。
忙しくなってね、これからもう朝5時とかに起きて毎日ラジオを撮らないと間に合わないなっていう感じになっているけど、眠たいからなっていうところで揺れてる今日この頃です。はい、それではまた、明日からもお便りお待ちしています。